シーズン4のジブラルタルは、やっぱり、なんだ、キャラクターのポテンシャル自体が高かったから、なんだろう、誰が使っても一定の戦闘力にはなって。だから、とても強かった、ジブラルタルは。私には分かる。これから、エーペックスやるっていう人は、多分、ジブの方がいいんじゃないかな、最初やるの。多分、ジブでいいと思うよ。今回のチャンピオンを紹介します。やっぱりね、被弾の猶予があるっていうのと全然違う。あとは、あと 15% カットか。それがあるだけもう全然死ぬっていうか生存率が高いわ。アビリティはまあともかくね。アビリティはもう頑張って。頑張って覚えて。アビリティこそ練習するもん。エイムと打ち合いは磁力だから完全に。おお、見事避けたね。よいしょ。もういっと。よいしょ。おるね。何者かがここを通ったのね。敵を確認した。ここで何かを見つけられるはずだ。レベル1だ。新しいキルリーダーの誕生だ。被験者を示した。魚フルの美味しい魚フル。ああ、いるね。標的を発見。あそこだ。あっちに敵が。
中だ。あのキルのケジの内容物は決定位置となり得るぞ。ポータル展開。入ってる。あ、ダウンしてるから。一人仕留めた。ナイス。私の視界は良好だ。倒したことになった。ジブラルタル様の復活だ。一人仕留めた。ビーキーパーを発見。これを使える。あ、終わっちゃった。嘘だろ。ちょっと何もやってねえじゃん最後。エーペックスのチャンピオンとなりました。What the fuck?